はい、資料の方はですね、ここに今スライドでですね出ておるものなんですけれども、学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について通知に関する実務指針というものでございます。これをですね、そのまま使いまして、今日は資料としてこれで説明してまいります。で、内容に入る前にですね、まずこの実務指針のまずステータスをですねご説明いたしたいんですけれども、まだですねこれは実は公開草案の真っ只中でして、12月の6日ですねに出たばかり、たった1週間前ですけれども、1週間前に出たばかりなんですけれども、今からですね12月の26日ですね、26日5時まで皆様からこれに関するご意見をですね募るという状況になっております。まあ、そのですね12月中の皆様からのご意見を踏まえた上でですね、再度もう一度検討いたしまして、最終案がまあ年明け早々に固めて出ると、そんなふうなスタンスの今位置づけのものでございますので、まあ、ぜひ今日ですね、1時間足らずの研修ですけれども、内容を聞いていただいて、ご意見、ご要望ございましたらですね、どしどしと、お寄せいただければと思っております。ちょっと立った方がしやすいかな。すいません。立ちながらやります。はい。それではですね、限られた時間ですので、ポイントとですね、背景趣旨、この辺を、浮き彫りにするようにですね、キーワードを拾いながら全体を見ていきたいと、そんなふうな進み方で参っていこうと思っております。まずはじめにですね、何に入る前に外観しましょうか。ざっと見てほしいんですけれども、まずはじめに目次がございますね、ローマ数字というか123とあって12に当たってますけれども、目次がございます。その中で大きくですね見ていただきたいのが1,2,3,4,5 と1活動区分収支計算書、2事業活動収支計算書、3固定資産、それから4有価証券、5中期事項その他という形で、今回は5つですね、5つの柱で、区分けをして、Q&A ですね、皆様方が今回ですね通知出たところによってさまざまな疑問とかですね、あるかと思うんですけれども、それについてのですね、最大公約数的な質問についての回答という形で、Q&A の形で今回は実務診断を用意いたしております。ですから、このポイントは5つですね、活動区分収支計算書の、世界だよと、事業活動収支計算書の世界だよと、固定資産の評価に関する世界だよという形で、まあ、5つの柱があることをまずご理解ください。はい、それではですね、ポイントを拾いながらいきたいと思います。まずはじめにでしょうか、ここをまず見ていきましょうか、ローマ数字3番ですね、ここをざっと見てみますと、まあ、今私が説明いたしましたけれども、4月22日にですね、省令が改定されました。それを受けまして9月2日に通知2本で取ります。第8号通知と第9号通知という2本で取ります。まあ、それをですね踏まえまして、日本公認会計士協会はこれらの通知を実務に適用するにあたっての具体的な指針を取りまとめたという形で、8号通知、9号通知を受けて、読んだ限りでは分かりにくいような場所、判断に困るような場所、ここをですね、皆様からいくつか考えられるですね、想定される質問をまとめて回答しているというふうなものでございます。はい。それでは早速ですけど、中に参ります。1ページ目です。活動区分資金収支計算書ですね。ここはですね、いくつかキーワードを拾っておかなきゃいけなくてですね、1,2,3、先ほど申し上げた1,2,3,4,5あるうち、1,2がですね、もう半分ぐらいの重みだと思っております。そこに大体30分ぐらい時間をかけまして、で3,4,5をですね、残りにするというふうなイメージで、1,2にですね、少し時間をかけて、ご理解いただこうと思っております。その中でもですね、一番初めに1-1。活動区分収支計算書の区分、基本的な考え方ということで、これが全てのフレームワーク、迷った時にはここに持ってくるというような形でですね、全てを、この考え方でですね、これから区分していこうと。今回ですね、計算書類を区分がある意味 1区分から3区分に変わっております。教育活動、施設整備、その他という形ですね、変わっております。その部分の、分けた時にですね、どこにどういうんだというふうな多分疑問が出てくると思います。それについてですね、迷った場合にはここに戻るというふうな部分での1-1という扱いですので、そのような位置づけでお読みください。ここのまず結論はですね、従ってです。従ってで1、2、3、4
段落目ですね。したがってのところがポイントです。ここが結論です。基本的な考え方として、施設整備等にかかる資金収支及びその他の活動による資金収支については、通知における定義に従って区分して計上し、それ以外の収支を広く、それ以外は全て教育活動の区分に計上すると、これが結論です。ですから何かこう発生した科目とか費目があった時にですね、教育なのかな、施設なのかな、その他なのかなという3つに考えているようですね、むしろ基本的には全部教育だよという中で、通知に沿ってですね、通知に沿って施設整備と活動だというものと、その他の活動だというものの、そのものだけをですね抜き出してあげて持ってくるというような、そんなふうなイメージで理解された方が頭の中で整理できるのかなというふうに思っております。これがここで言いたいところですね。それから、名書きのところ、ここも一応触れておきます。学生生徒納付金ですね。これにつきましては、納付金の打ち上げ名称に関わらず、教育活動による活動区分になると。ここが名書きで出ています。要は、施設維持費とかの名目でですね、納付金いただいているケースがあるかと思いますけれども、それについてもですね、教育活動に区分しましょうということを、ここで名書きで触れております。明示しております。はい。1の1は、以上です。今の考え方でですね、すべての、内容がほとんど整理できるかと思います。それから寄付金収入の区分に参ります。1の2で参ります。ここはちょっと問題を読みますね。寄付金収入には、活動区分資金収支計算書において、教育に属するものと施設整備に属するものがありますが、どのように区分して計上するのですか。また、寄付者の意思が明確でない場合の寄付金収入の活動区分の方法は、どのようにしたらよいですか。質問です。ここも結論は従ってです。下から2行目ですね。その中でもキーワードですね、寄付者の意思です。寄付者の意思、これがキーワードです。施設整備の拡充のためという寄付者の意思が明確な寄付金収入のみ施設整備の活動区分に持っていきますよっていうのが結論です。ですからもう一度繰り返しますけれども、キーワードは寄付者の意思です。寄付者の意思が明確にですね、施設整備の拡充だというものだけをですね、持っていくというところがポイントです。ところがですね、寄付者の意思が分かんない場合があるかもしれません。その場合が次ですね、また書きです。また書きですね、寄付者の意思は寄付金収支書、寄付金申込書等により可能な限り明確にすることが望ましいが、寄付者の意思が明確でない場合は、便宜的に割り切りですね、わからないんで教育だと、先ほどのフレームワークですよね、明らかに施設整備じゃないけどもわかるのであればですね、教育ということですね、そっちと思います。はい。それで名書き以下はですね、活動区分収支計算書と、事業活動収支計算書の関係を示しております。活動区分収支計算書における教育活動に挙げたものについては、事業活動収支計算書では教育活動の方に上がります。また活動区分資金収支計算書における施設整備に上がった寄付金については、事業活動収支計算書では特別に上がってくると、そんなふうにリンクしてますよってことを、ここで改めてリンクした関係をですね、長期画で触れていますというところですね。繰り返しになりますが、1の2のポイントは寄付者の意思です。このがキーワードですね。これが明確にあるかないかというところで判断していきます。はい。というふうに言うと、すごく簡単に聞こえるんですけども、1の3になってくると、なかなか悩ましい問題になってきます。1の3番、読みますね。ここもかなり悩ましい課題です。当学園では、寄付金収支書において、目標総額1億円、寄付金一口10万円から、使途として、1、新キャンパス建設資金、2、奨学基金の拡充と記載して募集を行っています。寄付者の意思が1、2、どちらにも特定できない場合、この場合はどうしますかって質問です。どうしましょうね。ってことでですね、悩んでるんですけども、結論的にですね、いろいろと、いろんな意見があったんですけれども、今回の進む新案の結論としましては、ここに書いてある3行目ですね、3行目。主たる目的の活動区分に計上するなどの方法によることになると解されると。非常になんか思ってもらったような言い回しなんですけれども、悩んで悩んだ形での文章になってしまってますけれども、要はですね、どちらかわからないんであればね、主たる目的の方に寄せましょうというのが一つの考え方と
としてここで出しております。でなどって触れてますけれども、ここもさまざまですね議論がありました。例えばちょっと話変わりますけれども、目標総額1億円、寄付金一口10万円、ここまで一緒ですね。で、人として新キャンパス建設資金8000万、奨学基金の拡充2000万っていうふうにですね、明確に歌ってあればですね、あまり問題ないと思うんですね、これ。もっと問題ないケースというのは、目標総額1億円、新キャンパス建設資金が人と。これはもう、総額1億円がですね、新キャンパス建設資金だけですので、まあ、すべて、施設に行くと。これは問題ないですよね。2番目として、目標総額1億円、奨学基金の拡充。この場合だけでもですね、目標総額1億円がすべて奨学基金ですので、教育ということで、何の迷いもないんですけれども、まあ、このようにですね、まとめてなってしまった場合、新キャンパスと奨学基金、合わせて1億円。で、かつですね、今、先ほどおっしゃいましたように、新キャンパスが8000万、奨学基金2000万というですね、分かれていればまだいいんですね。例えば1億円目標にしていたけども、集めたけれども、8000万しか集まったと。いう場合にですね、例えば8000万円を今言った8対2に安分する、まあ、こんな方法も一つの考え方であるかと思います。というところでですね、結構実務的にはこの問題っていうのは悩ましいもので含んでおりましてですね、何が正解かっていうのは非常に悩ましいんですけれども、まあ、現状はですね、文書としてはここに書かれるように主たる目的の活動区分に寄せるなどの方法というふうにしております。で、できればですね、まあ、監査法人というか、監査する立場としてはですね、一番最後のですね、あらかじめのところ、ここが一番訴えたい部分であるんですけれども、あらかじめ寄付金収支書、寄付金募集要項等で区分を明示しておくことが望まれるという形で、皆さん悩みますので、悩まないように初めから分けていきましょうというところがですね、ここで最後に触れております。はい。一野さんはかなり実務的な悩ましい問題を含んだ、と、というふうに認識しております。さまざま皆様からのご意見もあるかと思います。はい、それではですね、次の方に参ります。 1-4 番補助金の方に参ります。補助金収入の部分ですね、ここはですね、実は、先の方に進んでいっていただいて、 2-3 番、7ページですか、6ページ7ページ渡ってますけれども、 2-3 番と実はリンクしております。先ほど申し上げたように活動区分資金収支計算書と、事業活動収支計算書はこうリンクしておりますので、 1-4 番を説明すればですね、2の3が自動的に説明できるというふうな位置づけになっております。はい、 1-4 番参ります。 1-4 番は、1ですから参ります。理事助成ですね、旧耐震基準で建設された校舎を建て替え、新校舎の建設に、事業団から融資を受け、その融資を受けた借りリスクに対して文部科学省から、利子助成の補助金を受けています。この場合に補助金はどうしますかという質問です。これもさまざまな考え方があった点でございました。例えば、利子助成、借入金のマイナスですよね。ですから、その他のマイナスだという考え方で、その他に行くという考え方もあったかと思います。またですね、先ほどの 1-1 で言ったようなフレームワークで言うと、施設整備にもその他にも厳密には当たらないと、この補助金は。だからこれは、教育だよという考え方、これもあろうかと思います。ですが、ここでのキーワードは補助金の交付者の目的ですね。ですね、3ページで申しますと真ん中辺ですね、3ページ丸1のですね、1、利子補給を目的とした補助金というふうに、少しゴシックで書いたものの3行目、4行目ですか、しかしから始まっているところの部分で、施設の充実を図る目的で補助されるものであるので、補助金の交付者の目的、これに照らして結論は施設整備だよ、の結論です。ここでのキーワードは補助金交付者の目的です。この目的があくまでも施設充実を図る目的で出した補助金であるので、これは施設整備だよ、というふうな結論です。キーワードは補助金の交付者の目的です。それをどこで見るのかっていうと、今ご覧になっているページの少し上の方に上がっていただいて、なんて言えばいいのかな、回答が始まっているところの次の従ってかな、従ってるところですね、 A の中の従ってるところ、当該補助金交付の根拠法令、交付要項等の趣旨から判断してですね、この辺から判断して施設整備だよってことがはっきりと分かるものは施設整備だというふうな整理になります。はい、丸2番に参ります。
丸二番は、経常費補助金ですね。私立大学と経常費補助金の対象経費には図書や500万円未満の給付品も含まれますが、これらを対象とする部分は施設整備に計上すべきですかという質問です。経常費補助金に戻りますけれども、その中にですね、図書というふうな資産計上、500万円未満の給付品のような、給付品に行くような資産計上のものがあった場合にですね、どんなふうにするんだいということですね。その場合に結論ですね、これも同じですね。補助金交付者の目的がポイントです。キーワードです。丸二のところの3ページの丸二のところの下側のところが結論です。図書や機器備品といった設備関係支出を補助対象とした補助金を収受したとしても、当該補助金が教育活動の維持向上等に寄与するための補助であることから、その収入すべてを教育活動に計上するというところで、補助金交付者の目的に応じてここは分けていくというところになります。はい。丸三番、特別補助です。特別補助もですね、同じです。経常費補助金の一般補助の増額分ですね、従って以下のところです。3ページ一番下の行ですね。従って、特別補助は経常費補助金における一般補助の増額分であり、その名称、目的、内容等から一部が施設整備の購入に充てられることが想定される特別補助であっても教育だよというふうに、ある意味一つの割り切りになります。はい。4番に参ります。GP 補助金ですね。GP 等の補助金、グッドプラクティスの補助金ですね。これも、補助金交付者の目的に照らすと教育活動というふうにおのずと導かれてくるかと思います。このようにですね、ここでのキーワードは、補助金交付者の目的と、これがキーワードで、ある意味一つの割り引きで分けていくというのがポイントかと思います。似たような話が1の5番で出てまいります。問題の方もあります。施設整備のためという目的で収受した寄付金収入、または補助金収入を原資に購入した施設整備について、経理規定に定められた固定資産計上基準額未満であるため軽処理を行いました。この場合、寄付金収入、補助金収入は教育ですか、切断ですか、質問ですね。例えば、1000万円補助金もらったけれども、800万が資産計上されてしまった。200万がですね、固定資産計上に満たない金額だったんで、経費でしまったという場合に、1000万の収入を800万、200万というふうに分けるんですか、質問ですね。これ結論は分けません。しかし、とですね、しかしのところです。しかし、寄付者の意思や補助金交付者の目的に基づき判断し、その目的が施設整備の拡充である場合には、施設整備というふうになります。ですから、この場合は全額施設整備になりますというところで、入り口でもらったときとですね、使途ですね、支払ったとき、使ったときですね、出口のところ、入り口と出口をこう追いかけたいというふうな気持ちになるんですけれども、そこまではですね、実務的にはやらないというふうに、ここで一応指針出しております。入り口のみでですね、入り口のみの、寄付者の意思、補助金の交付者の目的、これに照らしてですね、ある意味一つの割り切りで、ここは、収入を一括して持っていこうというふうな考え方になります。はい。1の5まで参りました。以上がですね、大体その今回の、活動区分等については説明したかったところになりますので、1の6番読んでいただければ分かりますので、飛ばしたいと思います。はい、お時間の方もありますので、先に進みます。2番の方に参ります。事業活動収支計算書6ページに参ります。ここでもいくつか3つぐらいのポイントがありますので、3つのポイントに絞ってお話をしていきたいと思っております。まず2のうちですね、これは繰り返しというか、念のために書いてあるような給与ですけれども、教育活動外収支に計上される経常的な財務活動にかかる事業活動収支にはどのようなものが該当するのですかという質問です。これ結論的には3行目の第3号基本金引当特定資産運用収入、それとその他の受取利息配当金、それから借入金利息や学校債息が挙げられると、それから最後に為替換算差額という形で、科目をここで改めて明示しております。ここはあまり議論ないところかなと思いますけども、2の2ですね、2の2に参ります。先ほどの寄付金の区分の話と、似てるんですけれども、寄付金には教育活動に属するものと、
特別に属するものがありますが、その寄付金をどのように分けるんですかという質問です。その寄付者の意思が明確でない場合にはどうするんですかという質問ですね。先ほどの考え方をそのまま持ってきます。結論から言いますと、2行目ですか、施設整備寄付金は特別だとよ、それ以外は全部教育だよというふうになります。で、寄付者の意思がはっきりとしない場合は、また暗記以下のところですが、寄付者の意思が明確でない場合は教育ですよというふうになります。まあ、これは先ほどの活動区分と全く同じ話でリンクしている話だと思います。で、名書きですね、名書き、ここは現物寄付ですから、事業活動でしか出てこない科目なんですけれども、ここでも一応、明示しております。現物寄付については、物をもらった場合ですね、施設整備の場合には特別収支、施設整備でない場合、例えば貯蔵品とかですね、固定資産に計上しない機器品、雑誌、こんなものの場合には教育だよというふうにここで明示しております。施設設備の場合には特別収支に挙げて、それ以外の、ものについては、教育だというふうに整理しております。よろしいでしょうか。はい、次参ります。 2-3 番です。補助金区分です。補助金のところ、これは先ほど 1-4 番説明いたしましたので飛ばします。全く同じですね。読んでいただければ分かります。リンクしておりますので、説明は飛ばさせていただきます。 2-4 番、この辺からが少しポイントがありますので説明いたします。特別収支の範囲、ここはですね、通知によりますと、特殊な要因によって一時的に発生した臨時的なものを乗っけるんだよというふうになっております。その後にですね、条項続いておりまして、特別収支には、資産売却差額、施設設備寄付金、現物寄付、施設設備補助金、資産処分差額、可燃度修正額、災害損失、デリバティブ取引の解約に伴う損失または利益ですね。それから条項を変えて、退職給与引当金特別繰り上げと、ここに書いてある9項目ですね、この9項目が基本的には特別収支になりますよということで、限定列挙的に書いてあるというふうにご理解ください。何でもかんでもここに持ってこれないというふうな、まずご理解を、改めてしていただいておくのがこのポイントです。それからもう一個のポイントは、金額がですね、ちっちゃい場合、1円とか10円とかでですね、資産処分差額が出てしまった場合、この場合には出さなくてもいいのというふうな質問ですけれども、これは次のページ、8ページ目、下が当てるところです。これらの科目については、金額の多寡を問わず、つまり1円であっても2円であっても10円であっても、いくらにちっちゃくても必ず特別収支として出さなければならないと。ここがポイントですね。2-4 番のポイントは、金額の多寡を問わず出しますよというのがポイント。それと、範囲については、先ほど申し上げた9項目、これに限定的になるというところのご理解をしていただければよろしいかと思います。はい、2-5番、これも読んでいただければ分かりますので、時間の都合上今日は省きたいと思います。2-6番、ここ少し議論があったところですので、少し背景等を説明しておかなければいけないかと思いますので、6番の方に参ります。災害損失とは、資産処分差額のうち災害によるものを言うとされていますが、ここでいう災害の範囲はどこまでいるのですかという質問です。で、災害とは、一般的な定義を持ってまいりました。暴風、洪水、高潮、地震、高潮地震、大火、その他の異常な現象により生ず災害を言うと。したがってここでは盗難、事故、通常の火災などは含まれない。あっさりと書いてあるんですけども、結構これ実務的には悩むところなのかなというには思ってはおります。ここの一つのイメージなんですけれども、天変地異があるような天災ですね、天変地異の天災系ですね、地震、雷ですね、それと、予算化できないようなもの、想定しないものですね、想定しないようなもの、それから通常のですね、管理をしていれば起きないようなもの、こういったものがですね、ここに入ってくる災害損失に当たるのかなというふうに、理解しておるところでございます。いずれにしましてもですね、資産処分差額というふうな科目で出すのか、その資産処分差額をまとめてですね、災害損失で出すものというふうに出すのかという違いだけでありますので、それほど大きな議論はないかもしれませんけれども、一応ここでは災害損失というのはそういうふうに理解をしているところでございます。で、その範囲を以外にですね、より重要なのがですね、1234行目ですか、5行4行目ですね、その災害に対応する普及や現状回復のための費用
支出ですね、支出。これについては、災害損失には含められないで、給与活動だというふうになります。あくまでも災害損失は資産処分差額だけですので、それに対応するですね、普及費用とか原状回復費用は、そこには含められないというところが、ここでのポイントになります。ですから2の6番のポイントは、今私が申し上げました後半部分ですね、普及費用と原状回復費用は、教育費用というところをまず、ご理解ください。それと災害という部分の定義については、少し議論があるけれども、このようなものの、天災系、それと予算化できないようなもの、それから通常の管理をしていれば起きれないようなもの、こういうものが入ってくるんだというふうなご理解をいただければと思っております。それでは2の7番参ります。2の7番もいろいろと議論がございましたが、結論的にはこうなりました。学生生徒と納付金の未収入金以外の債権に対する徴収不能額や徴収の引当金繰り額についても、教育活動の方に出すんですかと、事業活動なんですかということですね。これ結論から言いますと、すべて事業活動収支、教育活動収支の事業活動支出として出てきます。9ページが結論です。ですから、例えば理事長に貸した貸付金、ないと思いますけれども、理事長に貸した貸付金が、こういう状況になってしまうとかですね、後ほど出てきます、学校法人間取引で取引した貸付金が、徴収となってしまった場合、こんな場合も含めてですね、すべて教育活動に行くというふうに整理されております。その部分のご理解をいただければと思います。はい、以上もですね、大体、もう今日これで半分もう言いたいことが終わったようなものですけども、1、2番の部分の事業活動収支計算書と活動区分、収支計算書のご説明でした。それでは時間の方も参りますので、参ります。3番ですね、固定資産の方に参ります。ここもですね、たくさん並んでおるんですが、今日ここでお話したいことはですね、1つだけです。3の2番だけです。通知のですね、先ほどの背景、出てきた背景、あ、ごめんなさい、ですね、通知の背景等につきましては、先ほど説明ありましたので、省きますけれども、ここでお話したいのは3の2番ですね。有資助却と損失として処理することができるのはどのような場合ですかと。これが今日お話ししていきたい部分でございます。結論から言いますと、ここに書いてある丸1、丸2、丸3、この3つの条件が全て該当する場合は、有資助却と損失として計上することができる、もしくはしなければならないとなります。丸1というのは、固定資産の使用が困難である場合、誰が見ても使えないねって言うですね。それが処分ができない場合、いろんな事情があって処分ができないと。いろんな事情というのは、ここに書いてあるように、物理的なアクセスが制限されている場合、当該固定資産を処分するためには、教育活動を長期にわたり中断しなければならないなど、事業を行う上で重要な支障をきたし、直ちに処分することが合理的でない場合、それから法令規制など、学校法人の都合によらない外部要因により、直ちに処分することができない場合、このように処分できない理由がですね、やむを得ない理由があった場合にですね、2番の条件になっています。で、3番目の条件が理事会、もしくは評議員会の内部決議と。というところで、この1番と2番と3番が整ったら、帳簿から落とすと、有価証券と、有資助却と損失として落とすというふうになります。で、どんな場合を置いているかというイメージのものが、11ページの黒ポチ4つでございます。これら条件を満たす場合としては、こんな場合が考えられますねというふうな、イメージとして挙げている例でございます。一番として、立ち入り禁止区域にある固定資産。地中に空洞があって、崩落の危険があるような場合で、埋め戻して使用可能な状態にするためには、巨額な支出を要するとした建物。使用が困難と、なった構築物だが、後者と一体となっており、処分するためには、長期にわたり後者を閉鎖しなければならない場合。それから、倉庫に保管している PCBD トランス、変圧器ですね、等で外部要因により処分するのに相当期間を要すると想定されるもの。このようなイメージですね。このような場合には、物があってもですね、物を処分しないまでも、帳簿から落とすことを、するというふうに整理しております。ここでのキーワードは、誰が見ても使えないねと。
処分できない理由が、まあ、あるねと。それから一番大事なのは最後ですね、内部的な承認があるのであれば、そういう部分を使って帳簿から落とそうというところがここでの条件になります。3の2番はですね、この部分がお話していくところでございました。3の3番の仕分け例とかですね、3の4番の、まあ、いわゆる、決算承認理事会ですか、この辺の部分の話とかっていうのは読んでいただければ分かりますので、ふむふむというふうにですね思いながら読んでいただければと思います。3の5、3の6もそうですね、グループ職に関しても、まあ、実務の便宜だけですので、グループ職の場合にもちゃんとこれは、適用してねというふうなことが書いております。で、3の7の土地についても固定資産の対象となりますと。3の8番の無形固定資産、これも無形固定資産についても、評価の対象ですよということが触れております。で、3の9番がですね、明細表の書き方ですね。融資自覚と損失の場合には、備忘価格を残しますので、備忘価格を残して、落としますけれども、一方ですね、基本金の方は全額落とします。そこでですね、明細表上、基本金明細表と固定資産明細表がですね、入り来るというか、数字がこう相互出てくるという部分がございますので、その部分についての扱いをここで記しております。読んでいただければ分かるかと思います。はい、それでは4番の方に参ります。4番の方もですね、すでにですね、これまでも日本公認会計士協会から研究報告という形で出しておりますものの内容ですから、おそらくですね、読んでもいただいてもあまり違和感がないというか、何が差しにないというふうに思うかと思うんですけれども、中身的には何も変わってないというふうにご理解いただければと思います。まあ、しいてここで今日時間ありますので、触れておくとすればですね、4の3番ですか、4の3番ですね。その前に4の1番も一応言っておきましょうか。4の1番も。4の1番は何を取るかというと、学校法人会計の改めてのあれですね、類ですね。今回の2段落目です。今回の基準の一部改正においても、有価証券の評価は取得原価主義を維持していますよというふうに明示しております。ですから、一般事業会社でいうような、いわゆる時価会計じゃないですよってことが4の1番で、伝われております。これも今までと同じですね、要するに今までと考え方変わってませんよってところの確認です。で、同じ点の4の3番です。4の3番の一番分かりやすいのが、この表ですかね。 50% 以上、時価の下落率の 50% 以上、 30% 以上、 50% 未満、 30% 未満という部分でこの扱いですね。で、 50% 以上ですね、下落してしまった場合、100円の母価のものが30円まで落ちてしまった場合、この場合には著しく低くなってしまっていますので、よほどのことない限りは落とすというのが、現状の処理かと思います。これからも同じです。それから 30%、 50% 未満、100円のものが70円とか60円でですね、収まっているような場合ですね、その場合については、それぞれの学校法人によってですね、合理的な基準を向けて会計処理してくださいねというのがここでのお話です。そこを少し噛み砕いたものが17ページ18ページに前やっております4の5になります。4の5が今言ったところの部分の話になります。4の5、時価の下落率が 30% 以上、 50% 未満の場合における合理的な基準となっています。ここの一番最後の結論は、18ページの上から5行目直書きのところです。市議制を排除するために合理的な基準について文書を持って設定してくださいと。その上で毎期継続的に適用してねという、ここがポイントです。30、50の場合にもちゃんと取り扱いについて明確に内規でですね、決めてくださいということを明示しております。まあ、これまでもすでにですね、そういうふうなご指導された学校さんがあるかと思いますけれども、もしもですね、ない場合には、今回を機にですね、しっかりと、社内的な基準を設けてですね、継続的に適用していくことを、希望しております。はい、4番につきましては、内容につきましては大きな変更ございませんので、今日は説明の方は割愛させていただきます。それでは少し重い5番の方に参ります。中期事項その他になります。
はい、ここでもですね、いくつか並んでおりますが、お話したいことは2つでございます。学校、1つはですね、学校法人間取引の範囲5の4番ですか、このお話と、第4号基本金に相当する資金を有していない、いる場合のですね、中期事項の省略、有していない場合の中期の省略と部分ですね、その部分のお話の2点をお話したいと思っております。まず5の4です、参ります。21ページですね。学校法人間取引として中期する取引については、第8号通知に例示されている取引の他にはどのようなものが考えられますかという質問です。ここでのキーワード、先ほどもご説明ありましたけれども、2行目ですね。財政的な支援取引です。これがキーワードです。学校法人間取引の中期っていうのは、財政的な支援取引を書いてほしいんだよっていうのがポイントです。ですが実務的にはですね、財政的な支援取引、貸し付け借り入れだったら分かるんですね。担保の提供とか受け入れもまだ分かるんですね。その他さまざまですね、犠牲者取引なんかもあろうかと思いますので、この財政的な支援取引というものの定義が非常に難しいんですね。判断も難しいというところで、実務的にはですね、こうなります。しかし以下ですね。しかしその取引の範囲については一律に定められない面があるため、全部書いてねっていうのが結論です。ただし明らかに財政的な支援取引でないものは書かなくてもいいよっていうふうなスタンス、よろしいでしょうか。基本的には学校法人化の取引は全部書いてねっていうスタンスです。だけども趣旨に照らして明らかに財政的な支援取引じゃないもの、それは除いてもいいよと。ちょっと言葉語弊ありますけれども、グレーゾーンまでは書いてないと。いうふうに、今回の実務指針では考えております。要するに判断が難しいからですね、実務的には。そもそも学校法人間取引っていうのは異例ですねっていうような前提から始まっております。はい。というところで、ここではですね、もう一度繰り返しになりますけれども、明らかに財政的な支援取引じゃないものは除いて、すべて学校法人間におけるすべての取引を対象として書いてくれというところがポイントでございます。じゃあ、明らかに財政的な支援取引じゃないもの、何なのかっていうと、次の文章です。中期の対象とならない取引としては、例えばこんなものですよと。課金、補助金により、取得した教育研究用機器備品を教員の移籍に伴い、移籍元の学校法人から移籍先の学校法人に寄付する場合、このように法令等の要請による取引などですね、こういうふうに法令等の要請によってこれしかできないという取引など、明らかに財政的な支援取引でないもの、これは中期しなくてもいいよというふうに挙げております。あと、こんなふうな質問というか事例もございました。例えば医学部とかですね、お持ちの学校さんで病院にですね、実習生を受け入れているというケースがあるかと思います。その前にですね、教育実習のための、実習費の受け取り支払いがあるかと思いますけども、それにつきましてもですね、これも明らかに財政的な支援としてはないというふうに考えられますので、これは除くという形でですね、一個一個取引についてはそういうふうに悩みながらですね、書いていくわけですけれども、いずれにしましても、判断の基準としましては財政的な支援取引、明らかにそうじゃないものは除くけれども、グレーゾーンは書くと、悩んだら書くというところがこの中期事項の範囲にしております。はい。それからですね、あと書いてあるところは、有償無償に限らないよという話とかですね、事業性に関しての話になりますが、事業性に関してはですね、ここでは一応数値基準と示しておりませんが、並行してですね、並列して書いております関連投資者中期の中期あります。関連投資者の取引の中期、こちらの方にはですね、研究報告として、事業性基準がございますので、そちらの方を参考にしながらですね、ここを書く課題を決めていくというふうな実務的な判断になろうかと思っております。で、今まではですね、学校法人間取引の範囲までの話で、旧そのものの回答じゃないんですね。旧そのものの回答は何でしたっけ。8号通知に例示されている取引のほかですね、どんなものありますかって質問ですけれども、その、回答は何書きですね。何書きです。担保提供受け入れ、ごめんなさい、
もう一個だった。8号通知に例示されている貸し付け、借り入れ、寄付金、人件費等の負担及び債務償のほか、被災する取引としては、例えば固定資産の売買及び賃貸借、学校債の発行、引き受け、担保提供受け入れ、こんなものがですね、記載すべき中期の取引に当たりますよというふうに記しております。これも補足ですけれども、これもしも書いた場合ですね、書いた場合は必ずこれ双方取引ですので、財政支援をした方もですね、受けた方も両方の学校法人で書くことになるかと思います。担保提供した場合には担保提供した方も受けた方も、貸付の場合には貸付を受けた方も借り入れた方も、貸付をした方も借り入れた方もですね、両方ですね、両者、中期が出てくるというふうに想定しております。はい、5の4番は以上でございます。さまざまですね、悩みながらですね、今後いこうかと思いますけれども、キーワードは財政的な支援取引かどうかというところ、そこがキーワードかと思います。悩んだら書くというところですね。それから5の方は、あとは第4号基本権に関するお話になります。5の6番ですか。当法人は第4号基本金に相当する資金を有しているため、4号基本金に相当する資金を有していない場合のというため、第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対応策の中期は省略してもよいですかという質問ですね。これ結論は、絶対的記載事項ですので省略できないと。これが結論です。必ず書いてねっていうのが結論です。5の7番です。ここも少し説明しましょうか。5の7番23ページに参ります。第4号基本金に相当する資金の中期、資金の中期に記載した有価証券及び〇〇特定資産に含み損がある場合、この場合は当該中期の記載金額は貸借対照表計上額を記載するのですか、それとも自我なんですかというような質問です。これ結論は少しこうひねってますけれども、当該中期に記載される資金の金額は支払い資金として短期的に決済可能な資金の金額を記載されると。要するに4号基本金相当の資金というのはあくまでも支払い資金として短期的に決済可能な資金というものを前提としています。ですから、たとえですね、有価証券であっても、ここに書いてあるように譲渡性預金とか MMF マネーマネジメントファンドですね、このような短期的に決済されるものが想定されていると考えられますので、質問にあるような含み損があることは想定していませんというような結論です。繰り返しになりますけれども、4号基本金相当額の資金というのは支払い資金として短期的に決済可能なものを前提としています。有価証券であったとしてもですね、譲渡性預金とか MMF ぐらいであって、基本的には短期的に決済されるものが該当しますので、時価が上がり下がりするようなものはですね、これは想定していませんというのがここで回答になります。よろしいでしょうか。何でもかんでもですね、4号基本金にはならない、相当には資金にはならないというところだけ改めてご理解いただければと思っております。それからですね、4号基本金の方もたまります。5の8ですね。5の8番です。第4号基本金の組み入れがない自主所轄法人において第4号基本金相当する資金を有していない場合の中期はどのようになりますかという質問です。この結論は39条の規定により組み入れがない場合にはその旨を記載しますとですね、内部にはないと、ね、なるほどと思います。はい、それからもう一つの疑問です。今この7番で説明いたしましたように、基本的にはですね、第4号基本金相当の資金というのは短期資金です。短期的な資金です。流動資産といわゆるね、簡単に言いますと、ですが一方で特定資産というふうな、性格を持っているという中での表示に関する、質問です。5の9番参ります。第4号基本金に相当する資金の第4号基本金に対応する名称付した特定資産、これは貸借対照上流動資産として計上するのですかですね。相当する資産が中身で見ると全部現預金とか、定期預金とかですね、
なっているものなんだけれども、どうすんの、短期的なんだから誘導なの、もう一方では当事者なんだけども当事者というと固定者になっているからどうすんのというふうな質問ですね。これ結論です。一番下ですね、従ってです。短期的に決済可能な資金であっても特定資産であることから固定資産として計上してください。結論です。まあ、一つの割り切りというか、その決まりですね、ルールとして、というふうに理解いただければといいと思います。はい、以上までが5についてお話ししたかったところでございます。あとはですね、読んでいただければスッと頭に入ってくると思うところですので、あまり疑問ないところかと思いますので、ふむふむと言いながらですね、読んでいただければよろしいかと思います。で、冒頭ですね、お話申し上げましたように今日ご説明しましたものはまだあくまでも公開草案のものでございまして、最終案は1月年明けを想定しております。12月の26日までの5時までですね、皆様方からのご質問ご疑問等ですね、含みまして意見いただこうと思っておりますので、まあ、今日の私の、研修というか、お話、いたしましたけれども、おそらくいろんな疑問とか質問があろうかと思います。また意見があるかと思います。まあ、それにつきましてはですね、ぜひとも、国会議事会の方にお寄せいただければと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。私は以上になります。どうもありがとうございました。